地味に竜が如くシリーズ最強格の男ラオグエイに対するみんなの反応。大陸一の殺し屋ラオグエイのエピソード、日本のみ心臓の鼓動、筋肉の音を聞いてドアの向こうにいる人間の姿勢、人数、装備を探知可能、商業ビルの屋上から飛び降りて無傷で地上まで降りられる身体能力、狙撃手が速すぎて見失うほどのスピード、重火器を使わずにミニガンで武装したヘリを撃墜、敵の罠にはまって通常の10分の1の能力しか出せなくなっても敵を一掃、ビルがこっぱみじんになる爆発に巻き込まれても無傷、爆発を起こした中華マフィアに勝ち込み入れて一人を残して皆殺しに。なお、竜音のストーリー内だけで少なく見積もってもキル数は50人はくだらない模様。化け物か。強すぎんだろ。なんで真島さんに負けたの？真島さんが強かったからとしか。牧村バフですかね。誠バフがあったとはいえ、連戦中の兄さんが息切れすらしてなかったからそこまで強く思えなかったな。上に従順だから劇中で暴れ回れなかったのもか小評価されがち。ゼロ終盤の真島さん強すぎて本当は怪物なんじゃって思ってる。強さ議論すれにもあまり出てこないけど普通にかなりいい線いってると思う。道島組長のスカウト能力は本当なんなの？若い頃はすごかったらしいからその時の人脈じゃないかな。スカウト能力だけで天下取りそうになってる当たり小物界の大物。道島組の本部で大量の組員ぶっ倒した後に阿波野の兄貴とこれの2連戦で切るのはちょっと今の真島の兄貴でも無理だと思う。片手拳銃でビルの上から気流狙撃もやばい。よく考えたらあの距離とあの暗がりで命中させるのは化け物だな。少し休んだ後社長奪還に行ける桐生さんもやばい。マジかよ。肩の傷に至っては錦との共闘の時完全に塞がってるしな。いやまあムービーの見栄えの問題なんだろうが、それにしても太ももの方は気にもしてないから再生が早すぎる。このターミネーター使えたなら道島組短期で王未連合反壊にできたんじゃ。考えてみると道島組長はマジで人選だけは神だな。あるいは有能な人につけいられやすいのかもしれないけど、風間と島野とかは自分が成り上がるために便利に担いだ部分がありそう。ゼロについて考えると、若頭に風間を置いて、かっこつまりある程度コントロールされかねない立場で、あの3人集めてきてる堂島組長はすごいってなる。人を見る目だけない桐生さん、人を見る目だけある堂島組長。何が言いて。こんな人外お化けなのに西島や真島の方が化け物に思えるんだけど。普通サイズより二回りくらいでかい化け物クラスのヒグマを素手でボコる人と実体のある分身作れる人だからしょうがねえよ。このおじさんより明確に強い気流。真島、西島が揃ってるごとく世界の日本って魔境なのでは。全く同感だ。真島の兄さんが初めて殺す相手だと思ってた。BGM めちゃくちゃかっこいいんですよ。もっと知られていい。カーズちゃん、銭湯入るときに笑ってるの強キャラ感えぐくてかっけーの。これ掘り物あるから入れねえやろ。ポジのせいで温泉ではしゃいでる仲良しに見える。殺し屋家業で疲弊した身体を日本の温泉に浸からせていいものだなとかつぶやくラオグエイは見たい。電流刀と銃の装備が一番強かった気がする。乱舞の方の動きとかしてくれてもよかったのよ。回転しながら撃つやつ。というか竜が如くオンラインのストーリーで他のキャラは過去の掘り下げとかちょっとした小話とかしてる中で、一人だけ最初から最後まで殺ししかしてないのはいろいろすごい。日本だけでこのペースだったらこの人中国で500人くらい殺してる気がする。最初の箇条書きに見覚えないと思ったら竜音のストーリーのやつか。いや何があったらそんなことになるんだよ。本編で表現しろよってくらい強さ持ってるな。オンライン買っていいのかわからないけど一応ありがとうよ。ストーリーでも白星がないから舐められてるけど、それこそ兄さんにしか負けてないんだもんな。倒された後執拗に膝蹴り入れられてボロカスにされたのも印象悪い。まあ正直この時が真島の兄さんの全盛期よな。割と有名な話だけど中国版だとラオグイも俳優さんのモデリングになってる。パッケージにもいるみたいだね。知らなかった。あの髪型を最後真島さんが当て付けで真似てるのかと思ったけど、そういう要素じゃなかったんだな。あれラオグエイには致命的な弱点がある。
殺しをやったシーンが合わなしかないせいで黒岩に比べて殺し屋要素が弱いことや、黒岩と違ってクズ以外を殺したりしないからね。なのに悲惨な末路をたどるラオグウェイに悲しき現在。それにその殺し屋はここで楽に殺すより死ぬまで例の穴蔵にでも閉じ込める方がいいだろう。実は中国版では中国人俳優が顔キャプチャ声優で出演しているということや、龍が如くゼロのラオグエイとジャッジアイズの黒岩ってどっちの方が強いの？普通にラオグエイやろ。コナクワナと黒岩は固めに負ける老いぼれに勝ち目はない。龍が如くゼロのラオグエイは不気味でしたか？不気味ですね。顔が特に中国版とかだと現地の俳優の顔になってるんですけど、それは正直ラオグエイには合ってないですが、大陸最強の殺し屋の登場シーンなのに主人公の心配をしたプレイヤーゼロ人説。立花の心配しかしてなかったわ。初登場時の謎スタイリッシュムーブは何なのさ。過去編優の悲劇。撃たれた後が錦と会った時にはもう消えてるし、錦と会った直後はまだ傷跡を抑えてうめいてたんだ。なんか服脱いだら傷跡がきれいさっぱりなくなってる。まあでも桐生一馬はほぼ一方的に貫通したガチの強敵だからな。何気に歴代シリーズでも最強格の敵じゃない。実際動いているシーンではもう人間に見えない動きしてるしな。ただ相手がブチギレ真島というもう一人の人外だったのが運の尽き。最後は徹底的にボコられた上に穴蔵行きになって正直かわいそうだと思った。そりゃこんな化け物が負けたら なんだとってなる。龍が如くゼロからの一壺で堂島宗平がラオグエイを使って桐生に人殺しの罪を着せようとしていましたが、なぜからの一壺でそれをしようとしたのですか？桐生に罪を着せれば風間の失墜を狙えるのはわかるのですが、堂島組からすればからの一壺以外で行った方が良かったですよね。からの一壺の所有者探しは堂島組だけの騒動でした。だから堂島宗平はからの一壺で桐生が殺人事件を起こしても問題なく目障りな風間を失墜できると思っていたのでしょう。しかしそれに勘ついた風間がどうしようと考えている時に立花から相談を受けて、それを利用して逆に堂島を失墜させようとしたと思います。龍が如くワンの時点の真島五郎はラオグエイに勝てますか？真島五郎は強いのでポイントさえつかめば勝てると思いますよ。ラオグエイは穴蔵にはぶち込まれても死んだという記述はない。つまり龍が如くエイとか次回作のキムタクに出る可能性がビレそうに。最強の殺し屋 VS 女一人殺せない殺し屋っていうのいいよね。